皆さんこんにちは、ユースフルの伊予田です。本日はスプレッドシートの入力規則についてご紹介をしていきます。この入力規則を使うことによって、例えば一つのセルにかける文字数の長さを制限したり、日付しかこのセルには入れることができませんよというような設定ができるので、あらかじめ間違ったデータをセルの中に書いてしまう危険性を減らすことができるようになります。例えば他のメンバーと一緒になって作業をしている時に、誰かが間違ったデータを持ってデータを渡してきてしまうと、これを直してくださいというふうにお願いをする時間だったり、実際にそのデータを直してもらう皆さんの時間が非常にもったいなくなってしまうので、この入力規則を事前に設定しておくというのは、効率よくデータを埋めていくために非常に重要な機能になります。今回はいろんな方法がある入力規則の中でも3つの方法、1つ目が日付で絞って入力規則をする方法、2つ目が文字の内容で絞る方法、最後3つ目に文字列の長さで絞る方法、この3つについてご紹介していきますので、今日も最後までよろしくお願いします。それではこちらのワークシートをご覧ください。まずは1点目の日付で入力規則をかける方法についてご紹介していきます。完成例としては、このように日付を入力するC3 セルをダブルクリックするとカレンダーが出てきまして、ここから入力するデータを選んでいくことになるので、存在しない9月31日を選択される心配はないよねというような入力規則を作っていきます。やり方としましては、今回入力規則をかけたいセルを範囲選択します。そうしたらデータタブからこちらのデータの入力規則をクリックします。こちら、このスプレッドシートのシリーズを通して見てくださっている方はわかるかもしれないんですが、このデータの入力規則というのは VLOOKUP と一緒に使ったリストでも同様に使っています。ただ今回はリストではなく、条件を日付に設定します。そうするとここに有効な日付というリストが出てくるので、このままにしておいて保存をクリックします。そうするともうここでデータの入力規則設定が完了していまして、実際に先ほど範囲選択したどこのセルをダブルクリックしても、このようにカレンダーを出せることができるので、ここから実際に9月1日というふうにクリックすると、このようにカレンダーで日付を出してくれるというような入力規則を作ることができました。続いて2つ目の文字列の内容で入力規則をかける方法についてご紹介していきます。今回の例では D 列にそれぞれが所属している支店名を書いてほしいというふうにお願いをしているんですが、こちらに入力規則をかけないでそのまま他のメンバーに渡してしまうと、 C 列のように東であったり西支店というふうにフォーマットが不揃いのままデータが返ってきてしまうので、後からデータを集計したり分析をするというような作業が非常に面倒なものになってしまいます。なのでここもデータの入力規則をつけておくことによって、例えばここに東というデータだけ打ってエンターを押すと、このようにエラーが返ってきて東支店と打たないといけないというような設定にしておくことが非常に重要です。やり方としましては先ほどのものとほとんど一緒なんですが、まずは D3 から DQ までの実際に入力規則を設定したい範囲を選択しておきます。そしたらデータタブの入力規則から、今回は条件をテキストにしまして、次を含むのリストから今回は絶対にデータに入れてほしい支店という文字をここに入れておきます。これによって支店を含まないデータが返ってきたら、これじゃダメですよというふうに弾いてくれるというわけです。そして無効なデータの場合は警告ではなく入力を拒否をすることによって、先ほどのようにこれじゃダメというふうに突っぱねてくれるような設計をすることができます。そして次のものが非常に重要なポイントなんですが、一番下のデザイン検証ヘルプテキストを表示というところにチェックボックスを入れます。そうするとこのようにテキストを設定することができるんですが、ここで今回で言うと〇〇視点と入力してくださいというようなヘルプテキストを入れました。ここにこのようなメッセージを入れることによって、例えば他のメンバーが東というふうにだけ打ってエラーが返ってきてしまった時、なんでエラーが返ってきたのかというところをこのヘルプテキストによって理解することができるようになります。実際にもう一度見ていきましょう。この状態で保存をクリックして、先ほどと同じように東とだけ打つと
このように問題が発生しましたというテキストの下に〇〇視点と入力してくださいというような先ほどのヘルプテキストを表示させることができます。これによって、あ、東だけじゃダメで東視点と実際に打たなきゃダメなんだなということを他のメンバーも非常に理解しやすくなっているので、このように打つことで東視点という正しいデータを入力することができました。それでは最後に文字列の長さで入力規則をかける方法についてご紹介していきます。最後はこの F 列の備考欄を例にとっていくんですが、ここが白枠で囲まれているのは2021年の実績が20年より下がってしまった、もしくは全く同じであるというところがこのように白になっているので、どうしてこのような結果になったのか備考欄に理由を15文字以内で記載してほしいとします。ただここに入力規則をかけないでいると軽く15文字を超えて理由を書いてしまう方もいらっしゃるかなと思うので、ここに15文字以上のデータはそもそも受け付けないよというような入力規則をかけるのが今回のゴールになるんですが、今回やっていくような文字列の長さで入力規則をかけるというのがデフォルトでスプレッドシートに備わっていないので、あらかじめ関数を作ってその関数をスプレッドシートに渡すことで今回達成したい入力規則をかけていくというのを最後にやっていきます。そして今回実際に使っていく関数がこちらになります。まずは if 関数で始まっているので、この最初の15以下までが論理式、そして true、false が返っているのがわかります。つまりこの true だと15文字以下でデータが書かれているので、この備考欄に実際に記載していいですよということになりますし、ここが false だと15文字を超えているということになりますので、この備考欄には書けずエラーが返ってきてしまうということになります。そして実際にこの論理式もう少し詳しく見ていくと、 if 関数の次は連関数、つまり文字列の長さを測ってくれる関数で始まっているので、この15文字以下という論理式が成り立つことになっています。そしてこの連関数以降のインダイレクトからカラムのこの4つの関数によってそれぞれのセルを一つ一つ指定できることになるので、例えば F3 セルが15文字を超えていなければ true だし、超えていれば false になるといったように、それぞれのセルごとにこの入力規則をかけられるということになっています。では実際にこの関数を入力規則に組み込んでいきましょう。 F3 から F9 までを範囲選択したらデータタブの入力規則に行きます。そして今回は条件をカスタム数式というところに設定しまして、まずはイコールで始めて先ほどの関数を打っていきます。ここまで来たら無効なデータの時は入力を拒否し、先ほどと同じようにここのヘルプテキストも15文字以内で記載してくださいというふうに設定をしておきます。この状態で保存を押しまして、例えば15文字以上の文字列をこのように打ってエンターを押そうとすると問題が発生しましたということで、15文字以内で記載してくださいという先ほどのヘルプテキストをダイアログボックスとして出すことができました。このように入力規則をかけておくことはスムーズにデータの受け渡しをするために非常に重要な機能になりますので、ぜひいろんなデータを使いこなして押さえてほしいなと思います。本日は以上です。皆さん本日もお疲れ様でした。本日はスプレッドシートで入力規則をかける方法ということで、日付、文字列の内容、そして文字列の長さ、それぞれに対して入力規則をかける方法についてご紹介をしてきました。冒頭にも申し上げましたが、間違ったデータの受け渡しが発生してしまうと、それをカバーするための追加の工数がかかってしまって、皆さんの貴重な時間が他に取られてしまうということになりますので、ぜひこの入力規則は事前に設定してスムーズなデータの受け渡しができるような準備をしていただけると嬉しいなと思います。それでは本日の動画はこちらで以上になります。また次の動画もお楽しみに。 See you next time. バイバイ。